テレジーのお土産コーナー。今日のお土産でございますが、薩摩薩摩の蒸気屋と書いてあります。薩摩ということは鹿児島でございますね。はい、蒸気屋はなんか分かりません。これも店の名前だと思います。天に地に人に蒸気屋、何が主体なのかというと、これは鹿児島といえばカルカン饅頭ですね。カルカン饅頭ね、カルカン饅頭でございます。では1個いただいてみましょう。こっちの白い方をね。いただきます。はい、カルカン饅頭ね。カルカン饅頭といえば山芋ですな。山芋が練り込んであります、この生地にね。では一個いただいてみましょうか。真っ白でございます。ふわふわ、いただきます。うん、うん、うまい。その他に山芋の香りがね、ふんとしますね。中はあんこでございます。うまいな。カルカン饅頭。パスタ丼ってなんだろう。こっちが今食べたのはカルカン饅頭だったんだけど、これは違うな。パスタ丼って書いてある。パスタ丼、まあ同じようなもんだろうと思うんですけどね。破ってみますか。はい、破れました。あ、これも同じようなね、形は一緒でございます。中身が違うのかな。
あ、中身が違う。さっきのはなんだ？あんこでしたね。これカスタードクリームで。ね。いただきます。うん。うん、うまい。まあ、カスタードクリームとあんことね、2種類。よく考えてありますね。蒸気屋、ね。有名なんだろうね。薩摩。というわけで今日のお土産は鹿児島蒸気屋のカルカン饅頭とカスタ丼でございました。よかったら皆さんも蒸気屋でね買ってみてください。ではまたお会いしましょう。バイ。Bye.